皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。はい、月曜日に撮っている2本目となります。火曜日はとても忙しいので撮ってる時間がなくって、今日はちょっとね、はい、イレギュラーなことがありまして、とても時間がないので、月曜日に撮っている試合でございます。はい、今日は、はい、火曜日はですね、この子、はい、中国からまたやってきました。この間ね、カメさんがやってきた話をしたかと思うんですけど、カメさんの仲間でハトさんです。はい、でカメさんはあの口とね、カメさんの口とあのキスをしながら吹かないといけないオカリナだったんですけど、ハトさんは尻尾です。尻尾を加えます。で、ってやるとハトポップになるわけなんですよ。こっちの方も可愛いでしょ。あのハトってなんでこの胸のところがね、あのハト胸って言われるようにぷっくりしてて可愛いんでしょうね。でハトの尻尾っていうのはね、あのこれオカリナなのであのあれですけども、ハトさんの尻尾ってね、あの綺麗な扇形してるかと思うんですけど、あれって例えば天敵さんにパッて、ハトさんが食べるぞパクって加えられた時に、え、嫌だ食べられたくない、飛ぶって言って飛んだ時にですね、ちゃんとすっぽり抜けるようになってるんですよ。あのトカゲの尻尾切りってありますけど、ハトさんもあの尾っぽの部分っていうのはあの掴まれても大丈夫なようにシュッと抜けるように作られていると言われてます。あのだからって言ってその辺のハトさんの尻尾はね抜かないでやってくださいね。なのでなんかこの尻尾を加えるっていうことはね、なんかねあんまりねハトさんに対してやったことはないんですけど、ちょっとまっちゃんを思い出しますよね。まっちゃんの尻尾がねちょうどこんな感じで、ね、グラデーションがかかって綺麗だったんですよね。あの子本当に綺麗なハトさんで、胸のところとかのグラデーションも綺麗でね、あのキジバトさんってあのドバトさんとかにない美しさがやっぱりあるんですよね。あの襟巻きもそうですし、でドバタさんはドバタさんでね、あの綺麗な色を、あのツヤのある色をしてるんですけども、まあ、キジバトさんはなんていうかな、品が良いというか、はい、あの美しい子でした、はい、ということでですね、あのまっちゃんの代わりにこれからこの子を可愛がっていこうと思うわけですけど、仲良くしてくれるかな。はい、この子もはるばる、はい、中国からうちにやってきてくれました。前回のカメさんとどうやら牛は一緒なのかな。あのだいたい牛表を見ずにいつも勝手に指吹き出しちゃったりとかするんですけど、多分一緒だと思います。また確認しておきます。カメさんは口をくわえて、で甲羅を押さえておく。ハトさんは尻尾の先に穴があって、でこの胸周りを押さえておく。でも普通に飾ってても可愛くないですか。なのでね、ちょっともう可愛すぎちゃってどうしましょう。で逆にこの大きさだとね、あの小さいところの会場でないと、ハトさん吹きます、カメさん吹きますって言っても遠くだと分かんないじゃないですか、何吹いてるか。なのでね、はい、あの小さい会場の時とかにね、ぜひ持っていきたいななんて思ったりなんかしています。はい、そんなわけでですね、あの今日はちょっと短めの動画にはなるんですけども、中国からやってきてくれた、はい、あの2個目のねオカリナ、かわいい動物オカリナですね。なんか動物シリーズ貯めたくなりますよね。特にあの鳥シリーズがあったらもう絶対集めちゃいそう。このハトさん本当にいい顔してる。はい、あの後ろのね、あの羊たちも元気ですよ。で足元に足場ちゃん転がってます。はい、ということでですね、こういうかわいいグッズに癒されながら、はい、今日も過ごしていきたいなと思います。今日も別の意味でね、はい、いろんな修羅場が待っているので頑張ろうと思います。私の苦手な、作業がいくつかね待ってるんですよ。もうね、人間好きなことだけやっていけたらいいんだけど、そうはいかないようにちゃんと世の中なっていて、はい、修行ですね、日々ね。はい、苦手なことが、はい、あのそつなくこなせれるように頑張っていきたいと思います。うん、なんかね、でもね、毎回こう変わっていくから難しいんだよね。まあとりあえず、はい、あのできることをやっていこうかなと思います。今日も長い一日になりそうです。はい、ということで気を引き締めていってまいります。それでは皆様、どうぞ良い一日を。